トレードには2種類の結果しか存在しない強制ロスカットかそれ以外かはいということで皆さん元気ですかゆうちゃるちゃんです、えー、先週の金曜日にですねあのスキャルピングの方であの強制ロスカットを食らいましてです、ね、いや強制ロスカット食らうないとほんて本当久しぶりだよね3回目かな強制ロスカット食らったの で、まあ、あのー、スキャルピング30万チャレンジっていうのを僕はやらせてもらってまして、えっと、1ヶ月半ぐらい前から、えっと、30万ね、あの、法人口座にぶち込んで、で、それをどんだけ増やせるかっていうのをね、あの、全部収支公開して、あの、やってるんですけど、まあ、その中でね、強制ロスカットを食らいました。いやー、まあ、苗ぽよなんですけど、うん そこの、まあ、っていうかなんでそんな強制ロスカットなんか別に公開する必要ないじゃないかと思う人もいると思うんですけどやっぱ、ね、失敗したときこそ本当にあの成長のチャンスあの自分の癖だったりあのそういうどういう発想をしたからあのこういうことを招いてしまったのかとか、まあ、修正改善していくチャンスなんですよね、うん、で僕の場合はもうあの、ね、あの上手いトレードを見せるっていうのももちろん大事だと思うんですけどもうこういう失敗にも全部公開してきます。全部 全部公開していくんで、FX 初心者の皆さんは、あのこの僕の発信を通してね、あ,あこうやってリアルに証拠金が増減していくんだな、減ったり増えたりしていくんだなとか、ああまあ強制ロスカットしてその負ける日もあるんだなとか、そういうのを本当にリアリティをを感じてほしいとはなと思います。はいまあ、正直ね、あの勝てるトレーダーさんなんていっぱいいるんで、あの別に特別僕をフォローするとか、なんていうのかな、そんなになんていうの、ぶっちゃけ差はないと思うんですよ、あの正直言ってね。うん ただ、やっぱり僕はもうこうやって失敗も全部公開します。はい。まあ、それがね、あの、まあ僕をフォローしてくださってる、まあ皆さんの、あの、優位性になるのかなと思います。もう僕は仮に破産したとしても全部公開します。全部公開します。はい。はい、ということでね、えー、と、強制ロスカットになったその局面のね、解説をちょっとね、えー、やらせてもらいたいと思います。で、えっ、ー、と、この黄色の丸のところあると思うんですけど、えっ、ー、と、これがユーロドルの1分足ですね。で、えっ、ー、と、スキャルピングしてたんですけど、 ここでね、あのー、売ったんですよ、僕は。はい。で、ここで、売って、売った後に、ここの下ひげあるじゃないですか。ここでもう、利覚のボタンをクッてこう、プッてこうタップしそうになってたんですよ。ただしなかったんですよね。うん。そこはなんでできなかったかっていうのを分析したところ、まず一つ、えっ、ー、と、その、含み益を見ちゃってたんですよね、僕。含み益を見ちゃってたんですよ。だから、利覚するときに、 ローソク足はもういい感じだったんですよ。あもうここでに逃げた方がいいなって思えたんですよね。でも、含め機見た時に2000円ちょっとだったんですよ、うん。いや、もうちょい伸ばしたいなと思って、そこでタップできなかったんですよ。理学のボタンを。で、その後踏み上げられて、このトレンドラインを上にこう抜いてきちゃったんですよね。あ、これ危ないなって思ったんですけど、 そこでも、損切りができなかったんですね。で、もう全部ね、自分の中で、あの、もう理由は、あの、明快に、あの、説明できます。はい。ちなみにこれ、テイク2なんですけど、テイク2の方がやっぱり頭の中スッキリしてますね。一回、やっぱりこう、口に出して、こう言って説明してるから、なんで自分がここでこういう判断をし、こういう行動をしてしまったのかっていうのを、全部か、あの、説明できますね。うん。で、なぜね、本来、このローソク足のプライスアクションを見なきゃいけないのに、理確するかの判断を、の、瀬戸際で、 えー、不明許を見てしまったのか、その理由はちゃんと明快。なぜかって言ったら、その日から、ね、まあ、要するに先週の金曜日から、ロットを上げたんですよ。うん、っていうのもね、その僕、スケルピングその30万チャレンジ、30万っていう賞金で始めていって、もう全部収支公開して、53万まで増やしてたんですよ。金曜日の時点でね。だから、まあ23万増えてるんで、まあ約倍じゃないですか。ってことであ、ちょっとロット上げたいなと思ったんですよね。で、ロットをね、えーね、1.5倍にしたんですよ。 1.5倍にしたんですよ。うん、まあ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 って感じで。うん、で、せっかくロットを上げたんだから、いや、ワントレード2000円よりもっと稼ぎたいなって思っちゃったんですよね。だその欲ですね。うん、それが利確をさせて、させてくれなかった。うん、そう。それまで結構勝ってたんですよ。えっ、ー、とね、1万5000円ぐらい、あのー、勝ってる状態だったんですよ。で、もう最後にしよっかな、どうしよっかなって思ってたんですよね。何せ金曜日なんで、 ワンチャン捕まった時にその、まああに、のー、今6時かな6時になったらそ,のそば閉まっちゃうし、まあそのあのー、証券会社によって、ね、5時に閉まるところもあるし、だから、あのー、僕って基本的に損切りしたら損切りした全部土手で取り返すんですよ、あのー。ずっとそれでやってきてて、うん、なので、まあ、直近で多分。 直近の4回ぐらいの損切りを全部取り返してますね、土手で。だからそれもやっぱり染みついちゃってて、逆にね。それが結構ネガティブに作用したんですけど、今回は。そうだからもう、そのこの最後の,トレ最後のトレードというか、この,その強制ロスカットの始まりとなったこのポジションを持ったのが確か3時半ぐらいだったんですよ、午前の。うん、で持ってしまって、まあ、捕まって。うん、だ早くね、とにかく早く利確すればよかったんですけど、そうロットを上げてたことによって、欲が生まれて、含み益を。 を見てて足りないいと思ってそういう自分本位な判断で、のタイミングを逃してしてまったで大事なこの、ね、白いトレンドラインを抜けたにもかかわらず持ち続けてしまった。で、この持ち続けたことにもやっぱりその理由があるんですよね。ここをあとなんで損切りできなかったのかって考えても僕としてはここいつも僕損切りしないんですよ。っていうのも、えっ、ー、と、難品基本的にするんですよね。例えばここだったら例えば直近高値とかで難品入れて、 ロット高くするんですよ、ここで。もうそもそも一発目は低く入ってるんで。で、えー、高いロットで入れば、半分ぐらいまで落ちてきてくれれば、もうそれで、あの縦値で逃げれるじゃないですか。縦値っていうのは、えー、とプラマイゼロでね、逃げれるじゃないですか、うん。それで結構やってきてるし、そう。でね、なんで今までずっとその,あの方法が、その手法が通用してたのかっていうのがよく分かったんですよ、今回。 でね、今回、その先週の金曜日ね、その先週の金曜日にそのスキャルピングを始めた時に、僕ちょっと違和感があったんですよ。あれなんか今までと違うなって。結構トレンドが強いなって思ったんですよ。うん、で、それに関しては、えっ、ー、と、ボリンジャーバンドのね、いつもボリンジャーバンド表示しながらやるんですけど、ちょっとボリバン出しますね。ボリンジャーバンドのミドルラインってみんな知ってますちょっと初心者の人ね、ボリンジャーバンド知らないとね、あの、 あれですけど、よいしょ。はい、このようにして、今ボリンジャーバンド出したんですけど、えー、とボリンジャーバンドのね、えー、と真ん中のこの赤線あるじゃないですか、真ん中の赤線。これが、えー、と21本分の、えー、移動編集、21SMA って言って、えー、21本分の えっと、ロウソク足の終わりの平均なんですよ。で、このボリンジャーバンドのミドルラインってめちゃくちゃ意識されるんですよ。で、いつもね、ここで結構反発取ったりしてるんですよね。反発取るっていうのはどういう意味かっていうと、ちょっとこれ消しちゃう。えー、反転の時にこのミドルラインっていうのがね、すごい意識されるんですよ。例えばですけど、まあ、こことか、よいしょ。こう、 ずっと上げてきて、この赤の移動平均線ありますよね、これね。これよりもずっとローソク足が上にいるじゃないですか、ローソク足たちが。だこれ要するに上昇トレンドなんですよ。で、でも、こう割ってくるでしょ。この赤い移動平均線を割ってきました。で、それに近づいてきて、反落するじゃないですか。だか結構ここが、あのー、レジスタンスになったりサポーターになったりするんで、これを根拠に結構トレードしたりするんですよ。で、まあこれは1分足ですけど、5分足の 21SMA15、えー、分足のまたは1時間足の 21SMA とかもすごい意識されるんでそこをねかなり使ってやるんですけど、あのー、基本的に僕その15分足と1時間足の,そのミドルラインはすごい見るんですよ、うん、で先週の金曜日に関してはすごい上昇の勢いが強かったんですよねだからもうこのミドルラインに行かないんですよこれにちょっと15分足表示しようか その方が分かりやすいですねえっ、ー、と15分足はもうねバチバチにトレンドが強くてあの15分足の、えー、トレンドが強くてですねもうあのとてもじゃないけどそのミドルラインまで来ないんですよよいしょちょうど先週の金曜日はねんあ,あこっちか ちょうど僕が、えっと、スキャルピング、それ、先週の金曜日やってたのが、ここなんですよね。バチバチの上昇トレンドで、この、えっと、赤の移動平均線あるじゃないですか。こ15分足の結構意識されるんですけど、こう全く触れないでしょ。だから、あ、いつもと違うなと思ったんですよね。で、いつも僕、大体、えっと、生活パターン的にね、スキャルピング始めるのって夜中の0時ぐらいなんですよ。日付が変わる0時。で、大体夜中の0時って、ほとんどの場合、レンジ局面がほとんどだったんですよ、僕が。 取引する時ってそれは何でかっていうとあのニューヨークがオープンして初動が落ち着いた頃なんですよねその0時過ぎとか1時っていうのはなのであ,のあんまりトレンドになることが少ないんですようんまあたまたまかもしれないですけどねこの僕がスキャルピング始めた1ヶ月半だけかもしれないけどねまあでもそういうえと傾向があるとでその中でだいたいこの15分足のこ,のこの赤のこのミドルラインねここに ここを下にブレイクして反発してとかもうその逆とか結構このロウソク足がこのミドルラインにタッチしてくる局面ってのは結構あったわけですよでも先週の金曜日に関してはもうとにかく上昇トレンドがこのようにしてもうここの話だったんですごい強くてねあこれいつもと違うなと思ったんですよで今まで経験したことがない相場だったんですよねかなり先週の金曜日ユーロドル強くてもう爆上げだったわけですよ そうだから今まで経験したことない相場だったから正直強制ロスカットになって負けて,まあ当,然てま当然だなと思いました。当然だなと思いました。その日と結局あのロットを上げたっていうこれが重なったんでねまあ強制ロスカットをなるべくしてなったなって今は思ってますね。でえと何が変わるかっていうとそのさっきね僕がちょっと1分足に戻りましょうか。 その損切りしないでえと売り上がりで難品してロット高くして助けるよっていう話をしたじゃないですかそれがその僕が普段ね、あの取引してるそのレ,ンジがレンジ性が強い相場であればその手法って機能しやすいわけですよですよねえっとさっきのここですよね この黄色い丸のところね。この黄色い丸のところで、捕まった。で、踏み上げられる。でも、いつもだったら、大体こう、ボックスの中にいるから、待ってると戻ってくるんですよね。うん、で、えー、ちょうどこういうレジスタンスのところで、えー、難品して、で、ロット強めに入れば、もう結果プラスで終われるっていうことがまあほとんどだったわけですよね。うん、で、それがもう、やっぱ体に染みついてるわけですよ。体に染み付いてから、 切らないんですよやっぱりここをブレこのトレンドラインこの白いトレンドラインをブレイクしたからといって切らないんですよね、うん、だからやっぱりそこでやっぱり、ね、頭で分かってたんですよあ,あ今日トレンドだないつもと違うなね15分足のミドルラインがもうミドルラインにタッチする気配すらないなって頭で分かってるんですけどでもそのトレンド相場に対する戦いは僕は経験がないわけねだからやっぱり 実際の行動としてはいつも通りの行動をしてしまったんですよね。でもこれってあるあるだなと思って。実際恋愛の局面とかでもそうじゃないですか。自分が例えばもうめちゃくちゃキャラのキャラっていうか、めちゃくちゃテンション高い、ちょっとギャルっぽい、ちょっとあのー、あんまり、なんていうの、ロジカルな話をするっていうよりは、もうノリで話すみたいな、そういう女の子とばっかり付き合ってきたとして、そういう女の子を楽しませたり、喜ばせたりするのには慣れてる。でもいざね、例えばいつもと違うタイプの女の子と遊んだ時にね、 あなんかこの子いつもと俺が遊んでる女の子とタイプ違うなってさ頭ではわかるじゃないですか見た目とか見てればわかるじゃないですかでもやっぱり普段から自分に染みついてるその喋り方とか盛り上げ方になってしまうんですよ、うん、でその途中で気づくんですよねあれみたいないつも全然反応違うないつもやっぱギャルの子とかってすごいリアクションもくれるし、ね、すごい笑ってくれるああでもなんかこの子あんまり笑ってくれてないなみたいな なるほど、ちょっと最初から慣れ慣れしくしすぎたかとかね。その、こう、それやよって、やっぱちょっと失敗してから、やっぱ客観的に思い描くことが、なんていうの、どういう今じょ自分が状態なのか、自分の今いる場面っていうのを客観的にこう俯瞰して見れるわけじゃないですか。うん、いや、だから本当にね、強制ロスカートになってよかったし、今日もテイク2になってよかったなって今すごい思ってます。さあ、テイク2になった瞬間マジかと思ったんですけど、時間の損失やと思って。そう。 いやだから本当にいい失敗でしたね。だから、もう次、だからこういうトレンド相場かどうかを判断するのも、まあ、普通にボリ,ボリバンのミドルラインで自分の中でできるし、もう失敗したからこそ今、脳裏に焼き付いてるし、ね。で、いつも使ってる、その難品の手法に関しても、えー、やっちゃだめな試合の時もすぐ分かるし、ね。あとは、ロットを上げたことによって、その、まあ、理覚できなかった、もうこれがとにかく全てなんですけどね。 ちゃんとそこで理確できていればさそこでよかったんだけどやっぱりロット上げたことによって含め息を見てしまったっていうのがね、まあ、これもあってねまあいろんなね理由が複合的に、あのー、重なってるっていう部分なんだけど、うん、だ本当にね、あのーまあ、スキャルピング、まあ、スキャルパーとしてはもう本当にまだまだ新米ですからね、うん あのその中でこうやって失敗できてで、こうやって皆さんに公開してるからこそ、こうやって YouTube でもね、自分の失敗をこう客観的にアウトプットさせてもらって、そうすることによって自分の頭の中すごいすっきりするし、自分のトレーダーとしての成長、これ普通に何も YouTube とかで発信してないで、自分のね、あのー、自分の頭の中だけで完結してたら、ここまでの分析ってできてないと思うから、本当に皆さんに感謝してます、そこは。はい、ですね。はい いやだから本当にすごいいい経験でしたね。うん、じゃちょっとね、えっと、いつも通りね、収支公開型なんでね、あの損益画面見せていきたいと思うんですけど、まあ、あの強制ロスカットくらって、で、えっ、ー、と、ツイートね、させてもらったんですけど、えっ、ー、と、その先週の金曜日の収益がマイナス4万8460円、うん。で、まあ、強制ロスカットっていうと、おおなんでユーチューブあれかみたいな、30万チャレンジゼロになったかって思った人もいると思うんですけど、やっぱね、日本の法人講座でやってるんで、やっぱ日本の講座ってあれですね、 <laughs> あの強制バスカットって本当可愛いいもんですね。あのなんていうかなんていうのもう、逆にありがたい、本当に。うん、や僕、結構売り上がってたんですよあの。大きめのオプションとかがあったんで、この、えっと、ピンクの水平線あるじゃないですか、ピンクの水平線が通常のオプションで、その上に大きめのオプションもあのこうやってあったんで、まあ、ここで止まるだろうっていうところで、結構強めにあの売りの難ンピンれてたんですよ、ここで。 で確かこの辺かなこの辺で強制ロスカットになったんですけど、そう。だからかなりもう落ちるでしょうっていう目線でいたんで、もうそのまま持ち続けてたら、もっとそあの損失が大変なことになってましたよね。その後こうやって上がってるしね。うん、まあ長期足的に見たらね、あのもうその後こうやって下げてますから、こうやってね、うん、下げてるからね。それ持もっとけよかったって思いたくもなるんですけど、それはデイトレードとか、まあ、スイングの話ですよね。うん。あくまでスキャルピングやってるんで、そこは切らなきゃダメ、やっぱりね。 持ち越すなんてありえない、うん、スキャルピングで入ってるんだからさねいや本当にもう <laughs> いやでもお前失敗さらしてなかなかお得意あるじゃないかと思ってるくれてるそこのあなたちょっといいねボタン押して応援してもらえると励みになります今押してください下のいいねボタンはいまああの邪魔見ろと思ってる人はもうバットボタン大丈夫ですよまあアンチの皆さんはね笑ってるでしょう 4万8400円なんで大体、まあ、いい5万弱ですよね、5万弱負けて、えー、トータルの収益が23万円ね、勝ってたものが、えーまあ、18万円になったと。ね、で、えー、とその先週の金曜日の1日の収益はマイ、ま、ナ、あ、ス4万8000円なんですけど、えー、と強制ロスカットにかかったときはあの、6万7万七千円負けてるんですよ。ただ、その前に結構勝ってたのと、その強制ロスカットを食らった後にもね、あのしっかりトレードしてあの取ったっていうのもありました。うん ちょっとね、画面見ていいきたいんですけど、最初のうちは、ね、結構こうやって買ってたんですよ大体1万5000円くらい買ってたのかな、うん、でこの赤丸のところですねここで強制ロスカット、えー、6万7000円、ね、でもその強制ロスカット食らったあとこの2トレードがまたその日のうちの成長だったなと思いますツイッターにはね、その強制ロスカットになった後いや今日はもうやめようってツイートはしたんですけどでもやっぱりやっ 良かったなと思いますしっかり自信を持って取れるなと思ったところでしっかり入ったっていう,そう直前のトレードに影響されないってすごい大事なんですよそうあくまでその相場をしっかり客観的にその時に捉えるっていうのがすごく大事なんでね、うん、これはもう成長できてたあのこのトレードも良かったなと思います自分の中ではね、うん、で、えー、と今トータルが、えー、と18万の利益なんで、まあ、30万チャレンジなんで、えー、30足す18で48万っていうところですね、うんはい で、えーとまあ、自分、その先週の金曜日の負けた翌日だから土曜日かな、土曜日に、えーまあ、負けた原因を分析してたんですけど、まあ、証拠金が増えてロットを上げたこと、そして理学のタイミングを逃していくこと、でこの時はまはこの2つって考えてたんですけど、やっぱりこうやって YouTube で撮らせてもらって、やっぱりもう全然、なんていうのかな、その分析が全然、もっともっと深掘りできてるなって感じですね。 理学のタイミングを残したのが結局ロットを上げて含みよく見たっていうそこも深掘りだしであとはやっぱりその自分の難品の称号が通用しない相場でやったことがなかったでもやっぱりやったことがないからといってやそのいつもと違う相場なだなっていうのは頭の中で分かってもやっぱりいつも通りの行動をしてしまうんだなっていうのもすごく勉強になったしねだからあの相場によって戦い方を変える必要があるっていうのはあの頭じゃなくて腹で理解するっていう意味ですごいいいトレードでしたね本当にいい経験、うん やっぱスキャルパーとしてはまだまだね2ヶ月も経ってないですからね、うん、いやでも最高マジで最高ですよ、うん、ですね、まあ、なのであのまあ僕スイングではね正直勝率はもう9割超えてるんですけどまあぶっちゃけその勝てるトレーダーっていっぱいいるじゃないですかもう今の時代ってもう昔だったらと到底ありつけなかったような情報にも YouTube とかかででりつけるじゃないですかだから皆さんにね、その僕の動画とか、僕をフォローしてもらう、その優位性って何だろうって考えたときに、やっぱこうやって失敗も公開するってことだと思うんですよね。僕はやっぱり、じゃあスイングで勝てるようになった。でもスイングにやっぱり落ち着かないんですよね。やっぱそこでやっぱ新しいチャレンジをする。スキャルピングもやってみるっていう、そ,うその新しいことに常にチャレンジして、で失敗もして、その失敗も全部公開していくっていう。でその方が僕も絶対成長が早くなるし、ね、経験値が。やっぱ皆さんに、 えー、説明しなきゃいけないから失敗した原因をねだそれによって自分の頭の中その失敗した原因とか修正改善点っていうのが明確になるで皆さんはやっぱりこれからねどんどんトレードとして成長していかれる中であの僕の,あの失敗を見ることによってもう得られるものも全然違いますよねただ単に上手いトレードだけ見せられても上手いトレードだけ見せられてもさなんか僕初心者の頃思ってたんですけどなんか成長した気になって終わるんですよマジで,でや,っぱせやっぱね失敗見せてくれると やっぱそれが本質ですよね、それが本当に人の失敗見れるってすごいあの大事なことですよね、いい経験、自分の代わりに失敗してくれて、ああこういう時はこうしなきゃいけないんだなっていう場面で見せてくれてるからねああ気をつけなきゃなってなるわけじゃないですか、自分、疑似体験できるからね、それをね。なんでね、失敗もガンガン失敗も終始も全部公開してるんでね。 はい、あのぜひね、チャンネル登録、あの下のボタン、押してチャンネル登録ボタン、ぜひ今押してください。はい、あと、ツイッターの方では、えっと、スケルピングの、えっと、トレードを、ね、もう実況中継してます。はい、もうね、あのー、スケルピングってあの秒,秒で僕、掲載したりもするんで、あのもう、ほんと時間がないんでね、エントリーした瞬間に、もう、ロングとスクショだけみたいな。ロングっていう3文字だけみたいな。ショートだけ、ツイート、スクショ入れてツイートみたいな。理覚も理覚で、損益画面。 貼り付けてみたいな。もう本当に、それだけですけど。はい。まあ公開しています。はい。ですね。オッケー、そしたら、ここからは、えっ、ー、と、ドル円とユーロドルのね、分析やっていきたいと思います。で、えっ、ー、と、今週以降に関しては、えっ、ー、と、ドル安ユーロ高の流れになっていくって僕は考えてます。なんでそう思うかっていうと、えっ、ー、と、ちょっとドルインデックスの、えー、とチャート見せたいんですけど、これドルインデックスの週足ですね。で、 えっと、ドルインデックスに関しては、これはえとドル単体で見て、ドルが弱いのか強いのかっていうのをえと測る指標ですね、チャートですね。ドル円だったらドルと円が今どっちが価値が高いのか安いのかっていうのを競ってるわけじゃないですか。そうじゃなくて、ドル単体で見たチャートです。なので、えっと、この、今、ここでツーバーリバーサルっていうテクニカル分析が出てるんですよね。まあ、日本語で言うと包み足、包み足って言ったりするんですけど、え上げてきたこの要線。 を、隣の陰線で、その実態を大きく上回る陰線が出てますよね。だから、直前の要線を包んでるっていう表現で、まあ、包み足って言ったりするんですけど、これは転換の兆しによく見られるんですよね。だから、転換ってことは上げたんだけど、ここから下がってくるっていう、そういう意味です。で、えこの赤のね、トレンドラインあるじゃないですか。ここをね、ここをブレイクしたと見せかけて、 えー、ブレイクしたと見せかけて、全戻しじゃないですか。ね、だから、それってどういうことを意味するかっていうのを今から、えー、突き足を使って説明していきたいんですけど、はいじゃ突き足このようになってますね。で突き足はですね、僕の大好きな、えー、三角持ち合いができてるんですね。ドルインデックス、こんな感じ。ね、で、これ突き足レベルの三角持ち合いなんで、めちゃくちゃ強いんですよ。うん、で、ここ。ここがさっきのツーバーリバーサのところを突き足で見たとき。 がこの黄色の丸のところになるんですけど、ここで結局、この三角持ち合いをブレイクしたと見せかけて、ここが、えっと、上髭になってるんですよ。よいしょ。上髭になってますよね、ここね。だ騙しだったと。それが、週足で見ると、ツーバーリバーサルになってるよねっていう話なんですよ。こんな感じ。ねこんな感じです。 ということで、もうドル、ドルインデックスドル単体がもう弱くなっていくっていうふうに僕はもうこのドルインデックスのテクニカルを見て捉えてるんで、まあ、えー、ドル安のトレンドになっていくと思います。で、今円が高いんでね、ドル安円高でかなりドル円は落ちやすい時代にな,あのなってますね。今すぐ落ちるかどうかっていうのはまた話は別ですけどね。うん、あとはユーロドルに関しても、えー、ドル安ユーロ高の流れですね。ドル安ユーロ高の流れになりやすいと。 だから、まああのー、上がっていく降参が高いなっていうふうに僕は思ってます。で、えっ、ー、と、次なんですけど、次、大口のポジション情報っていうのが、えー、と先週の金曜日にね、あの更新されてるんで、ちょっとそこをね解説したいんですけど、これ IMM っていうポジションが見れる、えー、ところなんですけど、えっ、ー、と、大口たちの、えー、と円のポジションですね、円のポジションが、最新の円のポジションは、えっ、ー、と、買い越しになってるんですよ。ロングしてるんですよね、だから。 で、これ、ちょっと皆さん気をつけてほしいんですけど、円をロングしてるってことは、円が高くなるってことじゃないですか。だから円高ですね。だからドル円は下がります。わかります円のロングってことは円高なんで、ドル円は下がります。ね。これ、間違いないようにしてください。で、このえっと一番右のこの緑の丸の中で、最初のね、先週の金曜日に発表されたえーデータは、一番右の青の棒グラフですね。えロング。 を持っててるる保有してるってことですねこのえとゼロのライン左見てもらうと数値書いてあると思うんですけどゼロのところがポジションがフラットってことですからねだからゼロのところよりポジションが青の棒グラフを見ると上に行ってるんでこれはロングを保有してるってことですね大口がねでその前の週の方がロングのポジション大きいですよね青の棒グラフが長いの分かります でもそこに関しては、そのロングのポジションたちは、もう損切りに合ってるなっていう、えところですね。その解説はまあ先週もしたんですけど、ちょっともう一回やりますね。こっちがいいかな。そしたらちょっとボリバン消しの。うん。で、えーと、冷やしを表示したいんですけど、奴隷の冷やしですね。えーと、よいしょ、オッケー。 でえー、とさっきの,あの大口のポジションって、えーとね、金曜日に発表されるんですけど、火曜日までのポジションしか反映されてないんですよ。だから、水、木、金は反映されてない状態で金曜日に発表されるんですよ。うん、で、えーと、なので、24日まで、24日って多分ここだよねそう。もうテイク2だからさ、すぐ見つけられるよね。このローソカシ、このローソカシのところで、 最新のデータが反映されてると。うん、で、その、もっと前が、17、ここか。その前のデータは、ここのローソーカシなんですよね。この黄色の丸で囲ったのは、ローソーカシたちは火曜日のローソーカシたちなんでね。だから、ちょっともう一回スライド戻って説明すると、このちょ、えっ、ー、と、緑の丸の中の、えっ、ー、と、最新の2つの、えっ、ー、と、棒グラフがありますよね。この、えー、棒グラフは、 一番長い方、この緑の丸の中で一番長い棒グラフありますよね。その時にロングのポジションをめちゃくちゃ、えー、と大口が持ってた、ね。円のロングってことは円高になることを狙ってたってことですからドル円をショートしてるってことですよね。ただ、結果はここでショートしたにもかかわらずもう上に行かれてるじゃないですか。ね、しかも強く上昇してるからもうこれはだから損切りにあったって考えるのがまあ妥当ですね。うん だから、このスライドで見れる、この緑の丸の中の一番長い、このえ先々週分ですね。先々週分のこのロングのポジションはも全部解消されてるというふうに僕は捉えてます。そこから新規でさらにえと円のロングを持ってる。最新のデータでね。それを考えていくと、ね。よいしょ。難しい話だけど、ついてきてるからちょっと今分かんなかったよっていう人は、ちょっとバットボタン押してもらっていいですかちょっとバットを の多さでちょっと測りますね。どのぐらいのみんなレベルなのか。分かってよって人は普通にいいねボタンを押してもらえればと思います。分かんなかった人はもうバットボタンを押してください。バットがちょっと多かったら、バットどんぐらいだろうな。どうだろうまあ7、80とか、まあ100超えてきたらもっとわかりやすく言うようにします。はい、<laughs> これでみんなバットを押したら傷つくけど。<laughs> で、えっ、ー、と、なぜね、ここ、これがその先々週の えーとドル円をショートしたってことですね、大口が。これなんでかって言ったら、ここの加工に対するこの戻り売りで、バーンって狙ったんですけど、それが踏み上げられたんですよ。僕、先週の金曜日の僕みたいにね、売ったら踏み上げられて、もう損切りになったんですよね。で、そこからまた、天井圏で、天井圏で、ここでまた、ドル円のショートをあの握ってるんですよ、大口たちは。それが、結局、この最新の、 青の棒グラフの、えー、円の,円の、えー、ロングポジションだから円高のポジションを持ってるわけですよね、えー。大口たちがね。円高のポジションはちょっと表現変だけど、まあ分かりやすいように。だから要するにドル円のショットですよ。ドル円のショットを握ってるってことですね。大口がね。で、ここで考えなきゃいけないのは、まあ今下げてるじゃないですか。こうやって。これどこまで下げるのかなってとこですよね。だからどこまで下げるのかを見ていくには、結局だから大口がね、大口が ど大口の何を見ていけばいいと思いますちょっと大口が何をすることをに注目しますかはい皆さんちょっと一回コメントしまっていいですかちょっと一回水飲みますはい答えは、えー、大口がいつ利格するかですねこのドル円のショートをね、うん で、えっと、ちょっと今ね、えー、と今日の東のローソク足がちょっと陽線になってきてるんですけど、今これ収録してるのが夜の7時19分なんで、えー、とロンドンタイムなんですけど、そうなるほどね。えー、っと、こっち、今これも奴隷の東なんですけど、えっと、緑のひもの、うるるるる、感じた。緑のひもなちライン見てほしいんですけど、ここの安値からこの高値まで、直近の上昇に対してフィもなチライン引くと、今、えー、38.2ライン、38.2%ー戻して今止まってる状態なんですよね。 下ヒゲつけて、うん、ここって結構、買いの圧力強い箇所なんで、なんでかって言ったら、冷やしの,の 200SMA もあるから、ここに200日移動平均線もあるから、うん、だからここでしっかりサポートされるようだと、もうあの結構、理覚してくるかなと思いますあの。まだ理覚してなくても、上げが強くなってきたら、もう持ってられないんで、あの理覚になって、余計その理覚の買いで上がりますよね。うん でも、かといって、利確の買いで、ここの高値を更新してくるかって言われると、ちょっとそれは疑問なんで、ちょっとここでレン,ジレンジやるかなっていうのを思いますね、僕は。もしそうなったらね。で、もしね、ここを、この38.2%戻しをまた下げる。ってなったら、次のターゲットはこのフィボナッチラインになるし、まあ、ここは、 えっと、この水色の線あると思うんですけど、これがね、突き足レベルのフィモナッチなんで、まあ、ここで止まる可能性が高いですよね。うん。で、そこでの反発具合。ここまで到達しての反発具合で、理覚入ってるかどうか判断していきたいなってとこですね。うん。だから、もし自分が、あのー、ここでショートをスイングで握れてたら、って仮定したら、まあ、まだ理覚したくないなってとこですね。うん。せっかく握れたんだから、せっかくショートを取れたんだから、もったいないんで、そう。で、えー 当面の奴隷に関しては、ここの38.2ライン、ここを割ってくるかどうかがポイントですね。で、割ってくるかどうかを、じゃあどうやって見ていけばいいかっていうと、えー、っと、1時間足くらいかな。まあ僕の大好きな三角持ち合いを見つけに行くわけですね。で、今ちょうど、 このラインがさっき冷やしてみた38.2ラインじゃないですか。ね。じゃあこのラインに対してどういうプラスアクションを見せてるのかっていうのを考えたときに、どうもう皆さんさもう三角持ちを見つけたこれイージーだね。スーパーイージーじゃん、これ。こんな感じですね。 色変えようか黄色にしようかよいしょうんこんな感じですねまあ三角持ち合いなので今三角持ち合いになってるんですよ結局さ直近の値を切って下げてきてるわけじゃないですかここ下げてきてるから高値は切り下げて当然なんですよね高値の切り下げラインがこれですよね うん、で、安値の切り上げが今始まってるってことは、いの勢力が今入ってきてるってことなんでね。だから、この三角持ち合いどっちに抜けるかなっていうふうに見てあげるね。まあ,あの、えっ、ー、と、今日月曜日なんで、えー、と昨日の動画でね、あの詳しく解説したんですけど、えっ、ー、と、三角持ち合いの、どうやってエントリーしていくか、あとは、そう、どうやってエントリーしていくかなんですけど、で三角持ち合いをブレイクしたとしても、LINE を引き直したら、更新したら、実は三角持ち合いブレイクしてなかったとかよくあるじゃないですか。そう。 まあそこら辺の、えー、と金屋に関してはその昨日の動画を見てください、はい、あのかなり詳しく解説します、うんまあ、結構いろんな方にコメントいただいたんですけど、まあ、普通に有料級だよねやばいねっていうあのコメントを、ね、結構いただいて非常にありがとうございます本当頑張って作ったからマジで、うん、マジであれは頑張った、はいまあ、今回の土日の動画に関しては、えー、と小林社長とのコラボ動画と、まあ、その三角持ち合いのエントリー動画なんですけど両方とも、えー、と平均視聴時間平均の視聴時間がめちゃくちゃ長いんですよ普段の本当 比べ物にならなくらい長いんで、はい、まあしっかりね、皆さんの,あのニーズに応えられてるかなっていうふうに思ってます。はい。なんで、どれに関しては今この38.2ラインっていうこの大事なフィボナッチに対するこの三角持ち合いがどっちに抜けるかっていうのに注目しますね。これが下になったら、下に抜けたらやっぱり次のフィボナッチライン、ここまで。えー、ここまでですね。ここはだから106円50水準ですね。ここまで、まあ下落していく降参が非常に高いってとこですね。ね逆に、 上に、上にブレイクしてくれたら、上にブレイクしてくれたら、結局その大口の利確も結構入ってくると思うんで、一旦上げてから、まあ、もみ合いかなっていうのを僕は思ってます。うん、ですね。OK、ドル円はここまでにしましょうか。そしたら次はユーロドルですね。ユーロドル、はい、ユーロドル、はい、チャッ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 チャ,ッチャッ。で、えっと、ユーロに関してもですね、 えっと、こっちかなアップね。っていうか、なんで定期通になったかって言ったら、また例のやりつつですよ。あのー、この、このね、スライド出したまま、チャートの解説しちゃうみたいな。で、結構熱入っちゃって、結構もう、取り返しつかないぐらい解説しちゃったんで、もう切りました。<laughs> もう残念。はい、そしたら、えっ、ー、と、これユーロの、えっ、ー、と、大口の、えー、とポジション量なんですけど、 大きく、えっ、ー、と、買い越してきてますよね。ロングのポジションを今保有している状態ってことですね。で、えっ、ー、と、ユーロドルに関しても、えっ、ー、と、さっきのドル円と一緒で、あの、先々週の分、この緑の丸で囲ったところの左側の青の棒グラフですね。ここに関しては、もう損切りになってるんですよ、うん。ちょっとそれも説明していくか。ユーロドルの冷やしちゃんよし。 なんでここに水平線引いてんのああ、そういうことか。で、えー、っと、今日十二24ですね、まず。先週の火曜日までだから、このロウソマシ。このロウソク足までの取引量が、えー、さっきの、えー、ユーロの大口のポジションの量に反映されてると。で、その前の週が、ここか。うん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 。 なるほどね、で、えっ、ー、と、先々週の分の、えっ、ー、と、ユーロのロングは損切りになってるよって話したじゃないですか。だってさ、ここまでの取引でロングをあんだけ入れてたわけですよ。またスライドに戻ると、この緑の丸で囲ったところの左側の棒グラフね。今までは売りポジだったわけじゃないですか。ずっと保有してるの売りポジだったのに、先々週からロングのポジションになったわけじゃないですか、ね。で、そのロングのポジションがもう損切りになったっていうのはどういうことかっていうと、 えー、結局は、だから、押し目買いを狙ってたわけですよね。こう、直近のね、この上昇に対して、ある程度戻したとこからの押し目買いを狙ってたわけですけど、ただ、蓋開けてみたら、ガンガン下がって、結局、ポジションは損切りになってしまったと、ね。で、そのポジションが損切りになった後ですね。後に、後に、この、緑、えー、黄色、黄色の丸のところで、ここで、新しく新規のロングを仕込んだと。ね。で、その結果、 今、上がってきてくれてるよね、というところですね。うん、っていうところです。なんで、まあ、大口のポジションが入った方向にしっかり相場が動いてるんで、まあ、これは徐々にね、その、ボラティリティの高い相場から、しっかり、まあ、大口が損切りすると、やっぱ、ボラティリティで高くなるじゃないですか、動く値幅がね。ただ、やっぱり、この大口の行かせたい方向に今、相場が行ってるんだね、っていうことを考えると、まあ、かなり、あの、 通常のね、相場に戻ってきてるっていうふうに考えられるなっていうのは感じます。そこは。うん、ですね。そしたら一回スライド戻って、スライドっていうかまだあった。あ、OKOK、OK OK。そしたら、えっ、ー、と、ユーロドラの実際チャート分析をやっていきましょう。うん。いや、ユーロドラはとにかく強いですね。とにかく強いですよ。うん でまあ、これ四時間足なんですけど、えー、とこの黄色のチャンネルラインが、えー、引き続き効いている状態ですね、うん、いやーこれでも上値難しいなー。 うんまあ、でもこのままロングして、あのロングというか上昇が続くってなると、えー、とこのフィボナッチ。えー、今61.8ライン。ここ八8ラインを試しに行くかどうかってところですね。で、そこを抜けると、えー、78.6ラインがあるんで、ここが1.13、えー、をちょっと超えたあたり。 1.13という切り板をちょっと超えたあたりになりますね。なんで、ここがまあターゲットにあのなってくるというところですね、うん。目先上昇トレンドがこの1時間足レベルで続いてるんで、この黄色のチャンネルでくくれ,たくれるようにね、うん。これがずっと続いてるんで、これ続いているうちはやっぱ安易に売れないなっていう。売ったとしたら、無理かか逃げ足はすごい早めにしといた方がいいですね。うんうん画 画ぜ上昇トレンドですね。全然まだ、ここは、うん。安易に売れないですね。安易に売れないですね。うん、で、ちょっと冷やしも見てみると。うん、なるほど、なるほど。まあ、一旦下げてきてますね。うんまあ、結果的にはちょうど、ここのレジスタンスとなったところ、ここが、 えっと、オプション。オプションになってるんで。うん、ここですね。ここオプションになってるんで。うん。まあ、ここの下落圧力は強いですよね。うん。まあ、どこまで行くかな。まあ、もう正直、ここ抜けてきちゃうと。うん、もう、ここの、 この、えー、オプションがあるゾーンですね、ここのゾーン、ここのゾーンはやっぱり明確に上抜けできちゃうと、うんまあ、ちょっともう厳しいですよね、もうあの直近高値を更新する流れになりますね、これは。うん、直近高値というのはここですね、これね、うんそうそう、このゾーンを明確に抜いてきたらもうその流れですね。 で逆に下行った場合なんですけどでもまあ下値の目処はもうかなり分かりやすいですね昨日2時間しか寝てないから急に眠くなってきちゃった <laughs> うん,うん、うん、なるほど 今ちょうどオプションとこの、えー、とフィボナッチにサポートされてますけど、まあ、ここ抜けるとやっぱ次ここまでみたいですね。このフィボナッチの。えー、30、んそうですね。このフィボナッチの、えー、このラインまでの下落を見込めるってことですね。<ん>まあ直近の上昇の勢いめちゃくちゃ強いんで、さすがにちょっと押し,しそうな局面ではありますけどね。<ん>まあなかなか。ん 安易に売れないですねそしたらちょっと15分で見ましょうかおっとっとよいしょうーん 直近は下落の勢いが強いですね。だここはもうちょい、えっ、ー、と、まあ、三角持ち合いが今引けない状態なんで、もう綺麗に引けないときは正直やる必要ないですね。マジで。うん。やべえ、今。ちょっと寝落ちしかけたわ。やば。だここの安値の切り上げラインができてから、できたら三角持ち合い。 ああこの中で、この中でのやり取りになるなって、それでもっと短期足を見ていけば、スケルピングのえと展開というか、作戦とかも練りやすいですよね。そういう感じで考えていけばいいかなと思います。まだ明確にその三角持ち合いができてないんで、ってことはやっぱ下への下落圧力が強いってことですよね。だって安値の切り上げが始まってないってことだからさ。ただ、ポイントとして見ておきたいのは、まあ えっと、ここ。15分足の 200SMA。これすごい意識されてるんですよ、うん。かつ、こ <laughs> この黄色のチャンネルライン、うん。うん。ですね。やべ、今もちょっと一緒にかしか仕掛けたわ。<laughs> ふぅ。今何の話してたっけ ?200SMA と。 あと、ああ、チャンネルの話ね。そう、だからここちょっと買い支え入りやすいんで、短期でスキャルピングやってる時は注意したいですね。ここのゾーンは結構サポートされやすいですね。ですね、ユーロ、これで、まあ、えっと、上に行った場合はここがターゲット、下に行った場合はここがターゲットって示したと思うんですけど、ただ三角持ち合いがまだできてないんで、そう、だから売りが今強いって状態ですよね。 安いの切り上げが入ってきて、三角持ち合いが弾けるようになったら、えー、自分の出方、戦略を練っていくってとこですね。うん。オッケー。そしたら、ドル円とユーロトルここまでにして、えー、と最後にね、コメント返しやっていきたいと思います。アップね、スライドに変えてなかった。で、えっ、ー、と、コメント返しなんですけど、えっ、ー、と、土曜日か。土曜日に、えっ、ー、と、小林社長とのね、あのコラボ動画で、大口のね、実態っていう動画を上げたんですけど、それに関する質問が結構多かったんで、えっ、ー、と、 多かった質問をね抜粋していきます。このドラえもんのあれかわいいですね。まあでもねあ、あれですよね。まあ,あ,あまあいいや。まあ一応ね、こういうアイコンの,あの写真って、著作権がどうとかね、言われてますけど、まあ別にドラえもんが訴え,えてくることは、まあ、まあないと思いますけど <laughs>。フあでもね、あのフォロワー増やそうと思っている人とかは、あのアイコンの写真は気をフけた方がいいですよ。普通にあのアニメの。 アイコンとか使っちゃうとあんまり良くないですよ。別にあのこの人をディスってるわけじゃないですよ。当然ね。今、ドラえもんのアイコン、かわいいなって僕言おうとしたんですけど、ああ、でもなんか、一応触れとかなきゃな。発信者として一応触れとかなきゃな、みたいな。ああ、もうちょっとなんか真面目ぶっちゃった。ごめんね。で、えー、っと、まあ、見てくれた人はわかると思うんですけど、5000の間で2億円裁けるかっていう話なんですよねっていうくだりがあったんですよ。で、それっていうのは結局、あの、 皆さん、ちょっと今、携帯のアプリで、あのね、えー、っと、この、ちょっと待ってね、これ映るかな。この、えー、っと、レートあるじゃないですか、えー、っと売りを、売りのボタンの時って、ちょっと安く、 あの入らなきゃいけなくなるじゃないですか。で、えー、と右側の買いのボタン、赤のボタンを押すと買いになるわけだけど、このボタンって、ちょっと高くなってるじゃないですかね。買いのボタンを押すんだったら、どうせなら安く買いたいじゃないですか。でも、高くなっちゃうじゃないですか。うん。だからこれっていうのは、その、まあ、いわゆるスプレッドですよね。そう。で、かつ、銀行が、結局だから、FX って両替だから、両替の注文っていうのは絶対に銀行に行くわけですよ。だから、 本来僕らがその注文したのも FX 業者を通して銀行に行くわけですね。で、どのレートであの取引できるかっていう話なんですけど、僕らの場合はその使ってる FX 業者に注文を出すという形になるんで、その交渉する余地ってないじゃないですか。わかりますよね。でも、その大口と、大口が例えばファンドがえじゃあ売りたいって言ってきたときに、その銀行の あのー、そのディーラーに電話をかけるわけですよ。だから、例えばそこのが小林社長だとするじゃないですか。そしたら、ファンドが、ミスター、Mr. 小林、へへへみたいな。うちょっと売りたいんだけど、君、レートいくら持ってんのみたいな。いくらのレートで売らせてくれるのっていうのを聞いてくるわけですよ。ね。で、その、売らせてくれるレートを考えたときに、結局ね、大口の売り注文を、大事なことがよく聞いてね。大口の売り注文を、 あのー、小林社長が受け入れるとするじゃんってことは反対注文をしなきゃいけないから、えー、銀行の人銀行のディーラーさんはロングをつかまされるんですよショートのポジションを与えてあげたがゆえにロングをつかまされるんですよ、ね、これを理解してくださいだから反対注文を銀行のディーラーが、えー、受け止めなきゃいけないねでも考えてみてくださいよファンドが下げてきてるってことはね 結局、大口が下に持っていきたいってことじゃないですか。その中でね、加工相場の中でロング,ロングをつかむって、ちょっと電話出ます。はい。あ、大丈夫です。ね、だから、ファンドがさ、売ってきました。 だから相場下げ相場なわけだ、要するに。そうでしょその中で銀行のディーラーはロングを持たされるわけよ。この時点で割とヘビーだよね、仕事がね。だからあのそのコラボ動画の中でも、いやもう絶対やりたくないって僕言ったじゃないですか。そういうことなんですよ。で、単純にね、今のマーケットレート、現在のレートがあるじゃないですか。このレートにぴったし、で、その売りの注文を出,す出してしまったら、 その現在のレートで自分はロングを捕まされることになるじゃないですか。銀行のディーラーからしたらね。小林社長の立場に立ってみたらね。らそれって困るじゃないですか。だって大口は下げたいと思ってるのに、今のマーケットレートで、現在レートで自分がロングポジションをかまされたら、もう100%損切りで終わるじゃないですか。かそんなことは商売にならないんで、ね、銀行も。だからわざと安いレートで売らせるわけですよ。だからさっきもこの画面で見せたように、 売るときっていうのはちょっと安いレートで売らされるじゃないですか、結局。そうでしょね、だから、売るレートっていうのは、ちょっと銀行が下げ,下げてそこを提示するんですよ、基本的に。そうしないと銀行の商売が成り立たないからさ。ね。で、じゃあ例えば5000、今のマーケットレートより5000下で、その大口の売りの注文を受け付けたとするじゃないですか。そうすると、そこで売ったことになる。で、 で、マーケットレートとの乖離が5ピプスあるわけじゃないですか。5000だから。ね。だこの5ピプスの間で、その、捕まされたロングを裁けるかっていう話なんですよ。もう、速攻決済して売れるかっていう話なんですよ。わかりますかね。そこで裁けたら別にいいじゃん。でも、裁けないで、そのまま下がってっちゃったらもうおしまいだよねって話です。はい。えー、っと、あ、でもそういうことですね。 うん。だから、裁けるかっていうのはそういう話です。うん、で、この辺に関しては、えっ、ー、と、ちょっとメンバーさん限定になるんですけど、えっ、ー、と、1時間半のその、小林社長とのコラボ、対談の、えっ、ー、と、ノーカット版を上げてるんで、ノーカット版あの見てもらえると、より理解があの深まります。はい。あの、メンバー、もし興味あるよって方は、えっ、ー、と、下の説明欄の、えー、一番上にリンクを貼ってあります。で、もしね、メンバー入ろうか悩んでるわ、みたいな。まあ月額3000円だし二千二千2990円か。どうしよう、みたいな。悩んでる人。 絶対入った方がいいです。あのー、断言します。っていうのも、えっ、ー、と、今日3月30日ですよね。で、明日で3月31日で、えっ、ー、と、3月が終わるじゃないですか。ね、で、3月が終わってね、あのー、月足が確定するじゃないですか。で、月足が確定したタイミングで、その次の営業日に僕が、えー、ドル、円、ユーロ、ポンド、ゴードル、えー、ゴールド、株、もう全部、主要通貨、主要チャート全部分析した動画を上げるんですよ。 メンバー限定で。それが、もうぶっちゃけ3000円のうちの2500円分ぐらいなんですよ。ね。だから、迷ってる方は、もうこのタイミングで、必ず入ってください,、はい。絶対に後悔させないんで。ね。まあな、なんだったら別にそれ見て、別にもうやめればいいじゃないですか。言ってしまえばね。ああ、みたいな感じで。うん。まあ、そんなもんですよ。月額課金ってそんなもんですよ。入ってみて、もう違ったらもう速攻大会みたいな。まあ、そんなもんですよね。てか、みんなだって3000円以上、ガンガン損切りしてるでしょ、みたいな。はい。 で僕別にあのお金儲けたいとか、まあ、それもお金はもう欲しいけど、あのもうそのえっとメンバーさんのメンバーシップの収益っていうのはもう全部あのアメリカの株にぶち込みますから、はい、そこもあのスキャルピングとして収益公開するんで、はい、そこでちょっと楽しみにしてください。はい、です。そしたらえっと次もえっとコメントで、これですね、レートがもらえなくなるとはどういうことでしょうって質問なんですけど、そのコラボ動画の中で、 えとファンドが一番気をつけなきゃいけないのはえ銀行からレートをもらえなくなることですよねっていう話があるんですよ。で、レートがもらえなくなるっていうのは、だから要するにさっきも説明した通り、その大口が売るってなったら結局今のマーケットレートよりも低い値段を銀行は提示するわけじゃないですか。で、それがさっきみたいに5000、5ピペスだったらまあ全然いいじゃないですか。ね。でも今いいんですよ、大口からしたらね。僕らはまあドル円だったらもう今結構。 0.2ピプスだっけ ?0.1 かな ?0.1 ピプス原則固定で0.1ピプスとかユーロドルだったら大体0.4ピプスとかでまあ取引できますけどまあ大きは注文もでかいしってなった時にまあ5あ五0の間でさばけるかを考えるでまあ注文量が大きければねそのスプレッドその開きもあの大きくできますからねてか大きくしないと銀行ディーラーが死んじゃうからねでレートがもらえなくなるってまあそのレートがもらえなくなるっていうその表現を直訳したらまあ単純にもう おそのファンドが売りたいんだけどって銀行に電話しても、レートを上げないよって銀行が言ったらもう取引できないわけじゃないですか。まあ、だから、まあ、その僕の回答を見てほしいんですけど、レートがもらえないっていうことはまあ要するに取引できないってことですよね。まあ、そこ直訳したらね。でもまあそんなことなかなかないですよね。それじゃ商売にならないからお互い。だからそのコラボ動画の中でも小林社長がおっしゃってた通り、もう20銭とか、もう本当にうざいファンドがいたら、もう20銭開きで、もうだから現在のマーケットレートより20ピプス下のこの値段だったら、 あの売り受け付け付ますよみたいなでも、そんなさ、20ピップスなんてさ、さすがにあのファンドもさ、ふざけんなよって話じゃないですか、そんなことをやってたら、商売というか、儲けにならないじゃないですか、ね。でもだから、その動画の中で僕も言ったと思うんですけど、要するにそれって、銀行からしたら、注文してくるんじゃねえよと、うちの銀行を使って注文してくるんじゃねえよっていう、サ,サインというか、メッセージですよね。うん そういういことですレートがもらえなくなるというのはそういうことです。はい、ただ結局、僕らはほらこのね、このもうすでに表示されたあのこのレートでしかあの取引できないわけじゃないですか、ね。でも、大口と銀行は交渉なんですよ。ネゴシエとして、それをやってるってことです。はい、それをちょっと皆さん、イメージしてください、ね。ははいそししたら今日は以上にします いやー本当にね、まあ今日あのまあちょっと余談なんですけど、あのー、最近ほらあの、外出自粛じゃないですか、ね。で、あのー、なんだっけ、ABEX だ、ABEX がね、そのいろんなアーティストのライブ映像を、あのー、無料で期間限定で公開してるんですよ。ってか 明日までじゃん。3月31日までだもんね。で、そのトリプル A が僕好きなんですけど、トリプル A のね、あの、その昔のライブとか見てて、マジでライブ行きてえなってなってるんですよね。で、まあ一応ね、トリプル A が今年でもあの、活動休止。まあ実質の解散ですよね。<え>になってるんでね。まあちょっとね、トリプル A 好きの人がいたらね、ぜひ、もう DM ください。その DM は返します。はい。い,い女の子限定で。オケー。じゃあやばい。じゃあみんな、強制ロスカットしないように気をつけて。 Ja bye. See you.